標高で色分けした世界地図における火山7大陸最高峰の1火山7大陸最高峰は地球上の7つの大陸のそれぞれにおける火山の最高峰の総称である7大陸最高峰火山に限定したものである登山家の新たな目標として1999年に提唱された火山7大陸最高峰のうちキリマンジャロとエルブルス3の2座は7 大陸最高峰にも含まれている。大陸の境界の解釈の違いにより、大陸の数及び各大陸の最高峰についてはいくつかの定義が可能である。ここで使用されている7つという大陸の数は、西ヨーロッパやアメリカ合衆国で使用されている大陸モデルに基づいている。ここで定義されている大陸は、 地政学的ではなく、地質学的及び地理的基盤に基づいている。また、火山の最高峰を決定する上では、火山の定義及び山の定義を明確にする必要がある。前者については、火山岩が噴火以外の地質学的プロセスによって、流気してできたものや、高地の地表に溶岩がわずかに漏出したようなものは除外され、実際に噴火によってできた火山の中心のみを、 対象とする。校舎については、プロミネンスが300メートル以上のものを山としている。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南極大陸の火山最高峰については、特に論争となるような事項はない。それぞれ、キリマンジャロ、オリサバさん、シュドリーさんが火山最高峰である。オーストラリア本土にも長らく活動していない、小さな火山がいくつかあるが、このリストでは、 ニューギニア島をオーストラリア大陸の一部としている。1970年代、1980年代に書かれた多くの科学論文でパプアニューギニアのギルウエさ山が実際には古い侵食された火山であることが確認されている。これより高いニューギニア島の山はすべて非火山性である。オセアニア全体を対象にした場合でもハワイのマウナケア山やニュージーランドの火山はいずれも ギルウエさより標高が低いため、ギルウエさは火山最高峰のままである。一般的に受け入れられているヨーロッパとアジアの地理的境界は、ロシア中央部のウラル山脈及び、ロシアの南の国境に沿ったコーカサス山脈の主猟線である。エルブルス山はコーカサス山脈の主猟線のすぐ北にあるため、この山がヨーロッパ最高峰であり、従って、 ヨーロッパの火山最高峰である。しかし、一部の地質学者は、熊マ,マヌクボチをアジアとヨーロッパの地質学的境界と考えている。この定義に従うと、エルブルス山は全域がアジアに含まれることになり、ヨーロッパの火山最高峰はイタリア・シチリア島のエトの山となる。スペイン領のカナリア諸島のテイデ山の方が標高が高いが、地質学的には、 アフリカ大陸に属しているため、ヨーロッパの火山最高峰とはみなされない。南アメリカ大陸最高峰のアコンカグアは、火山起源の山であるが、現在の最高点は厳密な火山ではなく、他の地質学的プロセスによるものである。このため、火山7大陸最高峰の一覧においては、アコンカグアは、山頂自体は、火山ではないとして除外している。 アルゼンチンとジリの国境地域の地形図は精度が低く、標高の記載には大きな誤差が含まれる。しかし、最新の測定結果に基づく、現在のコンセンサスでは、おホすでるサラードが南米第3位のピシス山より著しく高い、南米で2番目に高い山であり、火山最高峰となる。標高5610メートルのダマーバンド山は、 プロミネンスが4600メートルを超える非常に大きな孤立した清掃火山である。チベットのコンロン山脈のアシクレ火山群はダマーバンド山よりも高い標高に70を超える加工があり、その最高峰は標高5808メートルである。この火山群は火山ではなく火災球の一種とみなされる。これらの火災級に関する情報は非常に少なく、 記載されている標高とプロミネンスは正確性や信頼性に欠ける。これらの中にプロミネンスが300メートルを超えるものがあればアジアの火山最高峰となる可能性がある。なお、以下の一覧に含まれる山は300メートルをはるかに超えるプロミネンスを持っている。注釈キリマンジャローとエルブルス3は7大陸最高峰にも含まれる。おほすれるサラードは セブンセカンドサミットにも含まれる。同様にして、セブンセカンドサミットの火山版である火山セブンセカンドサミットも定義できるが、大陸の定義が問題となり、火山7大陸最高峰よりも事情は複雑である。オーストラリア大陸で2番目に高い火山は、パプアニューギニアのハーゲン山となるが、対象をオセアニアに拡大すると、ハワイ島にあるマウナケア山、マウナロア山に次ぐ4位となる。 ヨーロッパで2番目に高い火山はカズベクサンである。カズベクサンはコーカサス山脈の主猟線のヨーロッパ側にあるが、ロシアとジョージアの国境上にあり、ジョージアはアジアの国ともみなされる。以下の一覧にはオーストラリア大陸とオセアニアの両方の最高峰を掲載している。イチキニア山はセブンセカンドサミットにも含まれる2。ニュージーランドが領有を主張しているが、 南極条約により領有主張は凍結されている。2011年、マリオトリメリは7大陸最高峰と火山7大陸最高峰のすべての登頂を世界で初めて達成した。インドの登山家、サチャラップ・シッターンタは2019年1月16日に南極大陸のシドリー・山に登頂し、35歳262日の史上最年少で7大陸最高峰。 火山7大陸最高峰の登頂を達成した。それまでの記録は、オーストラリアの登山家、ダニエル・ブルの36歳157日だった。カナダの登山家、セオドア・フェア・ファーストは、2018年12月9日のオホスゲル・サラード登頂により、71歳231日の7大陸最高峰、火山7大陸最高峰登頂の世界最年長、記録を達成した。 ザ・ボルキャニック・セブン・サマッツ。2007年2月28日閲覧。ブレーク、DH レフラー、E ボルキャニックグレイシャルランドフォームズ、オンマウント・ギルウェイ、テリトリー・オブ・パプア,アニューギニア。ジョバロジェクル・ソサエティ・オブ・アメリカ・ブレティン82-1605-1614ビブコード -1971 グサーブ、82.1605バイト、ドイ。 10.1130-0016から7 6万6 8 2 1 6 0 5ベイグ b ム2 0 c o 2オリジナルの2012年2月17日時点におけるアーカイブ h t <ps> t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 2 1 7 0 4 1 3 4 4 h t t p w w w g s a j o u r n a l s o r g p e r l s e r v r e q u e s t g e t abstract& ドイーコール十点一一三零パーセント二回零零一六から七十十六六万百八二パーセント五バイト千六百五ベグレムパーセント5 d ー零 c o パーセント三バイト2レフラー E マッケンジー DE ウェッブ AW ポタシウムアルゴンエージズフロムサムオブザパプアニューギニアハイランズバルケイノスアンドゼアレリバンスープライストシーン G アモーフィックヒストリー Journal of the ジ o ク a l サ g ティ・オブ・ Society of Australia 26-387-397ビブコド -1979-O-Hase 2 6 3 8 7ルドイ -10.1080-00167617908729105 マッケンジー D.E. ギルウェイハーゲングレイシー・イテッド・バルケイノスインザ・レイン・フォーレストオブ・ウェスタン PN ・ PNG ボルケーのニュース1927ジオロジー・オブ・ア・コンカグア・ボルケーのプレート・テクターニックススクリブと2017年12月1日閲覧ビガー・ジョン・ザ・アンデス映画イド・フォー・クライマーズ・アンデス ISBN 0から9536087から2から7クーン・ルン・ボルキャニック・グループ グローバル・バルコネザム・プログラム、スミソニアン・インスティチューション、2007年2月28日、閲覧。マリオ・トライ・マリー、セブン・サマッツ、2018年10月26日、閲覧。サキループ、シッター・アン・タビ・ケーム・ザ・ヤンゲスト・クライマー・ツ・スケール・オール、ザ・ナナサマッツ・ナナナ、ボルキャニック・サマッツ。dreamwanderlust.com 2019年12月16日へつらん。クリスチャン、ナターシャ、フーユー、D need to be to snug, A Guinness World Record.The Australian,https://www.theaus.traalian.com.au, ニュースフーユー &need2beat to snug, A Guinness World. レコード、ニュースストーリー、8377F68166 ビット、3D450F4E2D5A2747 ビット、3F8、フォーカス、フィットネスパラマウントをモントリオール、SIC サイドワックス、マウンテンクライマー。モントリオールガゼット、http モントリウールゲゼット .com、オピニオン、コリミスツ。 ブラウンスタインフォーカスフィットネスパラマウント4ナビゲーティングシティスサイドアックスマウンテンクライマーせずありがとうございます